どこか行きてえのか？よし。クリフォードさん、お買い物？買い物を兼ねたトレジャーハンターの訓練さ。こんなところで訓練なんてできるの？周りをよく見てみな。まとまりなんて言葉とは無縁の雑多な商品であふれかえっているだろう。この中から掘り出し物を見つけることでトレジャーハンターとしての目が鍛えられるのさ。まさか。フィフィ。なんだ、信じてねえのか。お前たちは俺のこと信用してくれてると思って。は？いや待て待て、見間違いじゃねえよな。クリフォードさん、あの露店に置いてある本だが俺の見間違いじゃねえよな。え？あ、あれってどうしてこんなところにあるわけ？おい、あそこにある本どうやって手に入れたんだ？うん、ああ、あれか。何十年も前のことだが、どっかのトレジャーハンターが持ち込んだものらしい。ここの先代店主の時代からあるもんだが、読めねえ本が売れるはずもない。いい加減邪魔になってるんだが、捨てるよりは捨て値でも売れた方がいいと思って置いてあるのさ。親父、この本買った。釣りはいらねえ。すごいよクリフォードさん、まさかこんなところで見つけちゃうなんて。あ、そうか、これがトレジャーハンターの目ってことね。そういうことだぜ。どうだフィー、見直してパートナーになりたくなったか？無駄にバリエーション増やしてきやがって。まあ俺はお宝に優しいから許してやるけどな。とにかくこいつをタオに解読してもらわねえと。うん、今度こそ目的の宝物にたどり着けるといいね。こんにちは、いらっしゃいませ。こちらでお決まりですか？はい、前田、また来てください。いらっしゃいませ。こちらでよろしいです。ありがとうございます。またお越しください。いらっしゃい。決まりかな。毎度ありがとうね。またいつでもどうぞ。いらっしゃい。それでいいのかい？はい、ありがとう。また買ってくれよ。どうも。
またどうぞ。毎度。またどうぞ。おう、どこに行く？よし。何にしようかな。入れる場所は…すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。何入れよっかな。お、いい感じかも。お、いい感じかも。何入れよっかな。新しいものができちゃいそう。どれにしようかな。いっけー。いい感じ。さすが私。どこに入れようかな。さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。入れてから考えるのもありかな。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。お、いい感じかも。何入れよっかな。あれを入れたらいい感じかな。どれを使おうかな。さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。何入れよっかな。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。すごいのできちゃうかも。
これでどうだ。いっけー、やった、できた。どれがいいかな。考えすぎも良くないよね。うまくいくかな。たくさん作っちゃおうかな。どのくらい作ろうかな。たくさん作っちゃおうかな。いっけー。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。何入れようかな。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。さあ何を入れよう。何入れよっかな。入れよう。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。さあ何を入れよう。新しいものができちゃいそう。どれもよくて悩んじゃうな。いっけー、いい感じ。さすが私。どこに入れようかな。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。お、いい感じかも。何を入れよう。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。さあ何を入れよう。何入れよっかな。新しいものができちゃいそう。どれもよくて悩んじゃうな。これでどうだ。いっけー。じゃーん、こんな感じかな。
と入れる場所は。何入れよっかな。お、いい感じかも。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。何入れよっかな。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。何を入れよう。何入れよっかな。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。すごいのできちゃうかも。次はどうしよっかな。何入れよっかな。何入れよっかな。新しいものができちゃいそう。どれにしようかな。これでどうだ。いい感じ。さすが私。入れる場所は。何を入れよう。何入れよっかな。お、いい感じかも。いろいろやってみたいな。すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。あれ、あ、ちょっと変わりそう。どれもよくて悩んじゃうな。こんな感じかな。じゃーん、こんな感じかな。入れる場所は。何をしようか悩んじゃうな。次はどうしよっかな。いろいろやってみたいな。
こに行きますか。よーし。どうしたの？何か考えてたみたいだけど。お？よう、ライザー。いやー、まあいろいろとな。はあ、なんか俺ってガキだったんだな。え？どうしたの突然。気づいたんだよ、俺はまだまだガキだったってさ。あーかっこ悪い、マジで何やってたんだかな。お前のしつこさには負けるよ。フィーフィー。ありがとな、嫌いにならないでくれて。本当に元気になったんだね、レント。まあな、今度は嘘じゃねえぞ。うん、信じるよ。だって今のレントは。そういえば聞いたか、行方不明になった子供たちの話。お？遊びに出てそれっきりって話だっけか。まだ見つかってないのか。ああ、そうみたいだ。悪い、今の話なんだけど詳しく聞かせてくれねえか。あ、いなくなった子供の話か。昨日の昼に遊びに出たきり帰ってないらしいんだ。なんでも北の森で秘密基地を見つけたとか言ってたらしいんだが。北の森だな。ライザ、急いで探しに行くぞ。待ってよレント、置いてかないで。どこに行きますか。よし。どうか怖いことだけは起こりませんように。どこに行くの。小屋の中から声が。ああ、分かってる。フィー、フィー、フィー。フィー、ダメ、危ない。フィー。と、危ねえ、危ねえ。無理すんなよ、フィー。フィー。おい、てめえ。さっきからチビばっか狙う汚え真似しやがって。俺が相手になってやる。かかってきやがれ。レント、挑発しないで。いいんだよ、こっちに気を向けてるんだから。来るぞ、構えろライザー。うん。なんだこいつらかよ。くれっ、そこだ。セーター、連続よ。おりゃ、くれっ、そこだ。チェライザー、力を見せろ。おりゃ、ライザー、いけるか。力を見せろ。そこチェ、吹っ飛べ。はっ、くれっ、おりゃ。何を使おうか。
戦況を変えるよ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。おい、お前ら、怪我は？ライザ、頼む。うん。もう大丈夫だよ。怖い魔物は、このお兄ちゃんがやっつけたから。ライザ、そいつらの怪我は？大丈夫、どこも怪我してないみたい。そうか。よし、早く連れて帰ろうぜ。うん、さ、一緒にお家に帰ろう。お待たせ。お、どうだった？あいつらちゃんと家族に返してきたか？うん、たくさんお礼言われたよ。無事に連れ帰ってくれてありがとうって。そっか、よかったの？レントは一緒に行かなくて。あいつらずっとあんなところで怖い思いしてたから完全にビビってただろ。なのに俺みたいなごついのが隣にいたら余計に怖がらせちまうって。けど一番頑張ったのはレントなのに私ばっかり。いいんだよそんなの。別に礼を言われたくてやったわけじゃないし。俺武者修行してる時にさ、いろんな村や町で魔物退治をしてきたんだ。そうするとさ、みんなマジで喜んでくれてさ、たくさんお礼言ってくれるんだぜ。嬉しかったよ。あんなにお礼言われたこと今までなかったからさ。けどそれで浮かれちまってさ、お礼を言われたくて剣を振るうようになっちまった。魔物を退治したって、それまでに出た被害で苦しんでる奴らのこと完全に抜けちまってたんだ。なのに礼もなければ褒められもしないからっていじけちまって、ほんとかっこ悪いぜ。けど思い出したんだ、俺がどうして剣を振るってるのかを。剣術修行で自分の腕を磨いて何をしたかったかをさ。レントは何をしたかったの？誰かが悲しんだり泣いたりするような状況を阻止するために剣を振りたかったんだ。だからお礼なんていらねえよ。誰かが悲しまないで喜んでくれたならな。何それ、ちょっとカッコつけすぎ。いいんだよカッコつけてんだから。みんな笑顔なら礼なんていらねえ。フィーはレントにお礼言いたいみたいよ。まあ言われるのは超嬉しいけどな。どこへ向かうつもり？よーし。
フィーン。いや、もういい。見出すんじゃねえぞ。ボス、もしかして今日も勉強？言っただろう。ここへはそれが目的で来たんでな。遊び目的のライザと一緒にすんな。遊びじゃないってば。相変わらずすぐ憎まれ口叩くんだから。っていうかまだ劣等感抱いちゃってるわけ？いや、もう感じてねえよ。どっかの先生のおかげでな。本当？勉強も剣の稽古も身につけて無駄になることはないと判断したから続けているんだ。それにいい薬も手に入ったおかげで手の傷も良くなったからな。無茶させるために作ったわけじゃないんだけど。俺に譲った時点で俺のものだ。どう使おうと俺の自由なんだよ。はあ、まあ傷が良くなっただけでも作った甲斐はあったけどね。で、冒険の方はどうする？よかったら一緒に遺跡に行ってみない？だから頭の上で暴れるな。静かに寝てろ。いや、お前たちの冒険に同行するにはまだ若干の不安があるからな。今は自分磨きに集中しようと思う。そっか、ボスがそう決めたなら尊重するけど、不安でも何でも正しいと思ったら全力で走れって3年前に誰かに言われたような。覚えてたのか。当然。というより、この前から俺の言葉を勝手に使いすぎだ。自重しやがれ。ま、今回は遠慮させてもらうが、お前のことだ。どうせまた新しい冒険に出ることもあるだろう。その時は俺も一緒に行ってやれるように今から準備しといてやるよ。うん、楽しみにしてるよ。あ、そうだ、その時はさ、キロさんにも会いに行きたいよね。ボスだって立派になった姿をキロさんに見せに行きたいでしょ。おい、まさかとは思うが、まだ勘違いしてるんじゃねえだろうな。勘違いって？キロのことだ。俺はキロに対して特別な感情は抱いてない。あくまでも人として尊敬してるだけだ。それ以上でも以下でもねえ。分かったか？はいはい、人間として尊敬してるだけだよね。全然分かってねえな。分かってる、分かってるよ。しょうがないやつだな。どこに行くの？よし、行くぞ。
何しようかな。どこに行くの？よーし。どれがいいかな。どうしよっかな。どのくらい作ろうかな。うまくいくかな。どこに行こうかな。どこに行くの？よーし、行くぞ。鉄と油の匂いがすごいね。全く別の町に来たみたい。おう、どこに行く？ここならのんびり。やっぱ大勢で賑やかに冒険するのが一番楽しいな。これこれ。これはお宝じゃないのか。渡すのが惜しいな。よいしょ。
った。これこれ。これライザが喜びそうかも。よいしょ。たっぷり取ったから気をつけて。力が加わると袋が破裂するわ。よいしょ。こんなのも錬金術師にとっては素材になるのかしら。なんだろうこれ、結構珍しいものかも。よいしょ。これってライザさんに持っていけば使ったりするのかしら。お、これいいんじゃね？
どこに行くの？よーし、